こんにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料たったの4つで作ることができる卵、また牛乳を使わないレモンパウンドケーキの作り方です。大きなポイントは、ただ混ぜてトースターで焼くだけで作ることができます。そしてレモン汁を使うことで、より本格的に作ることができます。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。材料をご紹介します。ホットケーキミックス、スーパーカップバニラ、レモン、粉糖、以上です。生地を作っていきます。今回はレモンを使いますが、レモン汁でも作れます。レモンを絞っていきます。フォークを使うと簡単に絞ることができます。このぐらい絞れたら OK です。今回はスーパーカップを使います。他のアイスでも作れるので、お好みで選んでみてください。アイスをボウルに出します。軽く溶かしておくと出しやすいです。ホットケーキミックスを入れます。ダマや粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせてください。ダマなく滑らかになったら、ここにレモン汁を入れます。ムラがないようにしっかりとなじませていきます。とろっと滑らかになったら OK です。18センチのパウンド型を使います。型に合わせてカットしたクッキングシートを敷いておきます。ここに生地を流し入れていきます。天板に移して焼いていきます。表面が焦げないようにアルミホイルをかぶせて焼きます。しっかりと焼けたら型から外します。シートを剥がして粗熱を取ってください。粗熱を取っている間にアイシングを作っていきます。粉糖にレモン汁を入れます。粉っぽさがなくなるまでしっかりとなじませていきます。このぐらいの硬さになったら OK です。粗熱を取ったパウンドケーキにアイシングをかけていきます。全体に流しかけたら均等に塗り広げてください。お好みでレモンをトッピングしていきます。こんな感じにできたら OK です。あとはお好みの大きさに切り分けてください。
完成しましたレモンパウンドケーキです。いただきます。すごく美味しいです。しっとりふわふわ食感で、生地にレモン汁を混ぜているので、とてもさっぱりと仕上がっています。今回の作るポイントは、トースターで焼くときは表面が焦げやすいので、様子を見ながら焼いてください。今回レモンを使いましたが、レモン汁でも作ることができますので、お好みで選んでみてください。簡単に作れて高級感のあるパウンドケーキ、おやつにいかがでしょうか。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。